調査兵団が雨宿りの場所に選んだ古城は、頑丈な作りにもかかわらず、大きく取られた窓を叩く雨音とその反響音で騒がしく感じられた。その賑やかさに負けないくらい騒々しく資料を漁っている背中、ハンジだ。いやー、宝の山だなー。この古文書を読めたらいいのに。なんでまだ解読されてないんだろう。おい、クソメガネ、探したぞ。手間かけさせやがって。範囲を放って悠長に家探しか。アリバイ？そんなことないよ。モブリットがみんなの面倒を見てくれてるから。優秀な部下って貴重だよね。それより見てよ、この部屋は書斎だったらしいんだ。古文書に絵巻物、見ての通り壁一面本だらけ。いやー、知識欲が刺激されるよね。何でもいいが、部下に手間かけさせるなよ。おい、何やってる？あー、ちょっと、あそこにある、でっかい本を取りたくてね、はしご登ってんの。これこれ。って、うーわー、助かったよオリバイ。あんな大量の本にぶつかってたら頭おかしくなるところだった。心配しなくても、それ以上おかしくはならねえよ。まったく、お前はもっと周りを見ろ。失礼な、見てるよ。例えばここにある本、この古城は壁の中にあるのに、今の私たちには読めない字で書かれた本や貯蔵品が多い。なぜだろう。壁内ではかつて様々な種類の言語が使われていた可能性。でもやがて少数派の言語は淘汰されていった。しかしこうした遺跡は壁内にいくつも点在していてね、まるで文明の断絶みたいなことが。考察はいい、視野の広さを言ってるんじゃない。お前の頭が切れるってのは俺だって知ってる。そう？じゃあ続きだけど。まだ話は終わってねえ。だからこそ命を大事にしろって言ってるんだ。今も俺がいなかったら、打ちどころが悪けりゃ首の骨が折れてたろ。リヴァイ、優しいね。知っててわざと言ってやがるな。お見通しか。で、なんだい、何の用事もなく会いに来たりはしないだろう。ああ、エレンの件だが、この古城を歩き回るのを許可したい。いつ巨人化するかわからん以上、兵団としては地下に押し込めておきたいだろうが。大丈夫だよ。さっき一通り城を見て回ったけど、ここの外壁は丈夫な工法で作られているし、万一巨人化したエレンが屋根を突き破っても、立体起動装置の足場になる塔が何本もある。何より君がいる。それ以上に条件が必要かい？そうだね。わかった。それでだけどリヴァイ、規則正しく並んだこの絵の羅列は何を表してると思う？私は絵を使った文字なんじゃないかと推察するんだけど。知るか。あー、この絵の意味が分かればな。生き物をかたどっているようにも見えるけど、どうかな。だから知らねえよ。まったく質問しがいのない。これが生き物をかたどって描かれた文字体系だとしたら、単語で意味を伝達してるはずだ。だとしたらその目的は。分隊長、隊員の点呼が終わりました。体調の優れない者が2人おりますが、大事はなさそうです。モブリット、ご苦労だったね。はい、リヴァイ兵長もお疲れ様です。ああ、私からも一つ聞きたい。興味深い本を見つけてね。ね、モブリット、ここに書かれてるこの絵の意味は何だと思う？はい、何を表してる？生き物のように見えますが、これなんかは足は4本生えているようですし。だよね、分かってる。リヴァイにも聞いてみたんだけど、知らん分からんの一点張りでさ。
何か兵団にとって重要な書物が見つかったのですか？巨人に関する新たな情報とか。いや、ただのこいつの趣味だ。知識欲だかなんだか知らんが。分隊長、勝手が過ぎます。兵長まで巻き込んで。古城にある書斎なんて滅多に来られないじゃないか。ここはたまたま見つけた貴重な代物だよ。ああ、それよりもモブリット、さっき巨人に関するって言ったよね。はい。そうなんだよ。この絵で何を伝えたかったのかと同時に、誰に伝えたかったのか。もしだよモブリット、これがもし巨人と意思疎通を図るためのものだったなら。分隊長、さすがに飛躍しすぎです。巨人が絵を返するなんてことはとても。可能性の話だよ。いかなる仮説も完全に否定されるまでは残る。巨人は呼吸を必要としてないのに発生期間はあるじゃないか。イルゼラングナーの剣もある。そういえば、あっちの棚に似たような絵巻があったな。分隊長、危なっかしすぎます。そのうち本当に死にますよ。助かったよモブリット。でももう一冊ついでに取りたかったんだよね。あれ、分隊長。あい、クソメガネ、知識欲だの痩せがしたの、その前に体くらい乾かせ。ん？シャツが透けて見苦しい。そうですよ、さっき暖炉の火はつけていったのに。つ、わかったよ、そっちで読めばいいんだろう。はいよ、はいよ、はいはい。